とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、デイリークエストやっていきます。3がここで出てるんだけど、ここが大電なんだよね、敵。で、しかもこっち重力パルスついてるんで、これは無限ポーションバリアじゃないととてもクリアができません。ということで、2のここを行ってみようかな。魂が4倍になるところ。だね。防具も、いいのが狙えて、さらに、雪の弓も出るので、まあまあまあ、報酬は期待ができる場所かな。まあ、とりあえず、行ってみましょう。まず最初に、ソウルを若干貯めます。で、その後に影カバンで行くね。このね、雪のエリアって、旗持ちがね、キャプテンがあんまりいないイメージなんだよね。ここでね、あんまりフルでキャプテンが出たことがなくって、今回はどうだろうか。ちょっとジオマンサーいるから後ろに下がって装備変えます。いてくれるかな。どうもね、こことジエンドは、出にくい気がするんだよね。6個持ってたことが1回もないと思う。まあまあ、とりあえず行きますね。スポナーに変わる。全然余裕だもん。全然敵は余裕なんだけど、出てきてくれなきゃね、全く意味がないんで。ああ、空っぽか。こっちはいないみたいですね。こういうところにいるんだな。だね。おうおお、滑る滑る。そうそうそう。このステージ滑るんだった。そうそう。これ最初出た時結構衝撃だったもんね。冬ステージはなかなか面白かったもん。でも、ここいねえぞ。なんか先に行ってもいないような気はするんだけどね。え？なんもない。ああ！強制戦闘だけ？いや、ここ別に何にもないわ。終盤に差し掛かって、全くいないから心配してたけど、おそらくここだね。この洞窟の中にいるんじゃないっすか？嘘、いなかった。いや、絶対洞窟の中かなと思ったんだけどね。まだ一体もいないよ？ふわふわの羽でした。ちょっと嬉しいかな。変更点で全部苦痛の矢になってるんで、ちょっとはやりやすいと思う。全員でね、苦痛の矢をバーって打てば、まあまあまあ、勝てると思うので、これでやっていきましょう。変更点変わってないのにね、結構えぐい。マジできついね。いやー、もうこれ、ね、エンチャントクリーパーがね、マジで強すぎるんだよね。あれが来るともうほぼ詰むっていうね、やつ。もうきついって。よし、オッケーオッケー。一人がもう本当にね、先に走っていって、ある程度処理しながら行くしかない。これはきつい。これ変更点ついたらもう相当やばいことになりそう。よし、とりあえず半分まで来た。で、旗は1個だね。脅威が増加だけです。まあ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 、最悪もう取らなくても一応報酬はもらえるっちゃもらえるんで、もう4人でねゴールするのをちょっと目指そう。あと一回死んだら終わりです。なんとか、ゴールを目指してみましょう。頑張るぞー。お、これ、もう最後じゃない？もう最後のとこだね。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。俺はデスバーターついてるし、結構いい感じ。この顔ね。OK。いくぞ、最後の最後までちょっと気を抜かないように。気を抜いちゃダメ。
気を抜くとほんとすぐ死ぬからね、気を抜かないようにいきましょう。よし、あー大丈夫か、なんとかクリアしたいね、全員で全員でゴールしたい。よし、オッケー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 、待てよ待てよ、そっち危ないからね。オッケー、あ違う、オッケー、うん違うか、あキャプテンいる、キャプテンがいるよ。オッケーオッケーオッケー、ちょっとキャプテンはクリアする前に倒そう。うん、あ そこちょっと分かってくれるかな、最後そこちょっと連携が必要だよ。マジか、あと1回死ねば終わり、きつっ、ちょっと待て、めっちゃくちゃきついこいつら、嘘やろ、やべ、何これ再生ついてるじゃん。ちょっとととりあえず逃げとって、よし OK、うわ来た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 、マジか、これやばい、もう最後の最後これ勘弁して、よしよっしゃ OK、頼む OK、 うわマジか、嘘でしょ、やばい、やー、何それもう出た瞬間死んだ、何それもう、まあさっきのはね惜しかったよ、もうちょっとでねクリアだったんだけども惜しい。でもまあ最後はね古代狩りでちょっと締めようと思ったんだけど、なんこれ出た瞬間にこれ何これひどくない？